ジェニーは、タカラトミーから発売されている、日本の奇世界人形キャラクター。名前の公式表記はジェネ。1982年、米マテル社より、バービー製造販売のライセンスを取得したタカラで、開発された通称、タカラバービーが、元となっている。マテル社とのライセンス契約切れに伴い、1986年に、バービーがジェニーへと解明され現在に至る。 ジェニーと同じ宝の着せ替え人形リカちゃんは幼児と小学生児童を主な対象とするが、ジェニーは若干上の年齢層をメインターゲットに開発された。リカちゃんがファッション性をより重視した商品展開からままごとごっこ遊びを重視しようじでも着せ替えが簡単なワンピース型のドレスが多いのに対して、ジェニーはトップスとボトムスが分かれたものが多い。 本国版、バービーブランドを流用した設定だったが、宝の独自ブランドであるリカちゃんと商品差別化から、バービーの妹スキッパーや親友、ミッジは発売されなかった。商品傾向は、キャラクター設定の案内説明が少なく、従来テレビ番組アニメーションのタイアップで、販売された人形とは異なり、余計な印象がない人形として、リカちゃんのお姉さん格として、 好意的に受け入れられ、徐々に販売数が伸びた。当時、ジェニーへ改名の理由について、宝の広告では、ミュージカル、ジェニーに主演したバービーが大成功を収め、そのヒロインの名前の、ジェニーをバービーが襲名することになったという説明が、なされた。宝バービーの販売が好調な中での、名称変更であったためか、この告知キャンペーンは、 宝塚歌劇団と提携して昭和61年宝塚花組公演ミュージカルヒーローズの第8話ザヒロインジェニーとしてレビューをジェフ役に大浦瑞木ジェニー役に秋篠美穂として実際に上演すると大々的に行われたバービーのボーイフレンドであった件はジェフと解明されたがこちらについての説明は特にされなかった人気拡大で バービー時代と初期、ジェニーの縫製は、リカちゃん、同様日本国内で行われ、当時の予算減価制約限界で作られた衣装も見られた。人形のジェニーとは別にブランドで、タイアップの文房具や菓子が販売される頃には、衣装製造が韓国や中国に移行し蘇生が目立った。基本的に小学校学年程度を対象としているが、 多くのファッションブランドとのタイアップ企画商品が数多く発売されている。バービー時代に山本関西、ジェニーに移行して花江森、イブサンローラン等が挙げられる。また販売促進で少女漫画雑誌とのコラボレーション、レナウンの家家ブランドのメモリアル品、タイアップ企画は多岐にわたった。一般販売では1994年レブロントの企画から メイクアップ用の小物が付属したもの、ベッドエステサロンを模した、ドールハウスが発売された。中野博道など、日本人デザイナーやファッション誌と提携し、モデルキャラクターとして使われることもある。以上のように、基本的に女児向けのおもちゃとして作られてはいるが、製品の開発目的から、大人のファンコレクターへ向けたアイテムが多数存在する。一例で、 企業タイアップの大人向け商品では、宝バービー時代、1985年実物のサファイアミンク毛皮コートをまとったものなどがある。これら過去において、コレクターのプレミアム価値は、年代以上の希少価値、デザインから、人気は様々である。レギュラー扱いの定番商品は、製造が、縫製などで作業工程の製品性質から、 スポット生産で、販売期間は1年以内、追加の再生産は行っていない。ドール本体は別として、シリーズの衣装に使われる、布地生地は特注生地が多く、同じ製品を再生産できない事情から、ブームを迎え衣装の縫製製造が韓国から中国に移り蘇生へ乱造した時期以外、レギュラーの定番商品の再生産は行わず、 販売が伸び悩み減少傾向だった2000年代以降、年1から2回の季節シリーズ、カレンダーガールシリーズ、年1回宝特約店で販売されたコレクター向け、ナイスジェニーシリーズは、再入荷なしの売り切りで扱われた。トトコなどといった、共同開発製品や、リカちゃんキャッスルで、受注予約限定生産されたアイテムについては一部再生産が、行われ、この限りではない。 他に関連商品として、着せ替え用、ドレス、家具、ハウス等が発売されている。1990年代前半にかけジェニーは大ブームを起こし、専門誌が観光されたり、原宿に専門店が開店された。2000年には、ヒロインの顔がリニューアルされた。しかし2007年年度末に、メーカー公式ファンクラブ休止と、回避生産の通知後、 2008年非公式に生産休止、新製品は発売されず、店頭から姿を消した。2010年4月になって、従来よりファッション性を強調し、パッケージロゴボディに加えヒロインの顔を大きくリニューアルし、同年9月からジェニーシリーズが再発売されることが発表された。2016年エクセリーナシリーズをもって、レギュラーシリーズも再び販売休止。 リカちゃんキャッシするが、受注製造と限定販売するものでは、入手可能ジェニーの全長は通常品で、約27センチメートル、重量は100グラム強。バスト約12.5センチメートル、ウエスト約7センチメートル、ヒップ約11.5センチメートル。乳幼児の誤飲による、窒息事故を防止するため、人形の靴など、小さな部品には、体に、 外のない組材が塗布されている。ボディは発売時代に伴う変化やシリーズで異なり、座高や股下寸法に鎖骨のあるタイプや胸周りが大きくウエストの細いタイプと様々なバリエーションが存在し、商品によって使い分けられている。ジェニーのヘッドデザインにはファッションに合わせて足したようなバリエーションが存在する。 以下に挙げられた各商品の仕様は、最も標準的な仕様を紹介したものである。ジェニーは、リカちゃんと違い、家族の人形は発売されていないが、代わりに、多数のフレンドドールが発売されている。これらのフレンドドールが発売される際、主人公ジェニーとフレンドの出会いのエピソードが小冊子の、形で紹介されることが多い。この小冊子は、 既存商品に封入されたり、玩具販売店の店頭で配布される。女の子フランソワ男の子エンジェルズガーデンシリーズ。これらのフレンドはエンジェルズガーデンシリーズとしてラインアップされているもので、メーカーも従来のジェニーフレンドとしての扱いはしていない。かわいい、ジェニーこれらのドールはリカちゃんキャッスルで限定発売された。有名人のフレンド,ドールジェニーシリーズのヘッドやボディを 転用し、宝が製造を販売したもの。一部は店舗限定で販売された。その他のフレンドドール、タイアップドール形態用ストラップも同時に期間限定で販売された。1986年からジェニーとフレンドドール用の架空のファッションブランドが設定されることもあり、各ブランドごとにデザインされている。ジェニー電話の声優、ファッションドール大図館長。 ジュンコセラフィーナユカシナモン、80S ガーリー雑誌広告コレクション、グラフィック社、2018年、205ページ ISBN。ISBN 978から4から766131499。2010年4月21日ギガジネ、ファッションドール、ジェニーがコーディネート自在のファッショニスタジェニーとして、新生、ジェニーオフィシャル、ビジュアルブックマガジンハウス、2000年、 67ページ、ジェニーオフィシャル、ビジュアルブックマガジンハウス、2000年、67ページ。ジェニーオフィシャル、ビジュアルブックマガジンハウス、2000年、67ページ。ジェニーオフィシャル、ビジュアルブックマガジンハウス、2000年、69ページ。コンプリートジェニーファイル、グラフィック社、2001年、177ページ。AB グラフィック社、コンプリートジェニーファイルより、 杉本沙織プロフィール、田口ひろ子プロフィール、江森ひろ子プロフィール宝富井、リカちゃんカタログ2011.10から2012.3、ジェニーカタログ2011.10より、ありがとうございます。